ご覧いただきありがとうございます。今日は野外手すりを DIY で取り付けました。義母が一人暮らしをしてたんですが、同居を開始しました。階段がちょっと不安なので外に手すりをつけることにしましたが、まあ、住民票まだ移してないので介護保険がの補助が使えず、DIY で取り付けることにしました。手すりは楽天市場で白熊製のものを購入しました。階段部分に仮の手すりをこう、テープでちょっと無理やり留めてですね、イメージを膨らませて、作業を開始するくれました。穴をポールを立てるところに、養生テープを貼って、マーキングをして大体のイメージをつかみました。で、Amazon で購入したホールソーで、タイルにまず60ミリですね、穴を開けていきます。まあ、2500円ぐらいのホールソー、安いホールソーなんですが、どうかなと思ったんですが、ホースで少し水をこう垂らしながら、少しずつ、ドリルで穴を開けていきます。結構このホールソーは結構しっかりしてて、きれいに意外に簡単にですね、穴を開けることができました。もう一箇所ですね、こちらはちょっと半分だけタイル、半分はまだ土という状態で、同じように、水を少しかけながらホールソーで、ドリルのホールソーをつけて、切っていきます。意外に、そんなに力も入れずにカットできました。このホールソーは深さがないので、少しずつ削ってはこうやって、少し、まあ、周りが丸くなったところをかき出すという作業を繰り返します。これ3回目ですね。だんだんドリルの持ち手の部分ですね、あるいはそのドリル の軸の部分が、まあ、当たるようになって、だんだんこう限界が出てくるんですけども、まあ、ちょっといけるところまで行こうということで、これ5回目ですね。これで最後6回目になります。まあ、もうちょっと左のハンドルを外せばいけたかもしれませんが、ちょっとまあこれぐらいが限界、まあ、60ミリぐらいまでですかね。高さは一応200ミリ必要なので、20センチ必要なので、ちょっと諦めました。2箇所以外は土の部分に、そのまま穴を掘ってモルタルで固めてポールを立てるということですが、まあ、モルタルを流すところ、まあ、本当は木でやった方がいい、ベニヤ板でやった方がいいと思うんですが、ちょっと簡易的に段ボールを使って枠組みを作って、ここにモルタルを流すという方法を取りました。まあ、ポールを一旦外して、モルタルを今作った段ボール作った枠組みに流していきます。まあ、深さは20センチが最低でも必要だということで、まあ、20センチの深さになるようにモルタルをどんどん入れていきます。これ今使っているのは少し砂利が入った手持ちのものですね、を使いました。20センチ入ったところで、上からポールをこう差し込みます。まあ、少し柔らかめにモルタルを練ったこともあって、入れることができました。で、ちゃんと固まる前にですね、こうやって水準器で、まあそんなに神経質にならなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、水平を取って、まあ、仮止めをしていきます。まあ、概ね取れたところで固定をして放置ですね。で、問題の1箇所、ここは別のホールソーを、まあ、3000円ぐらいのもので、買いましたが、まあ、これ中国製で、まあ、比較的コメントが良さいいものを買ったんですが、やはり、まあ、熟ブレが大きくですね、まあ、かなりこう、まあ、ドリルからすぐ外れるということなので、根気よく、まあ、少し掘っては再度取り付けみたいな形で、穴を開けていきましたが、まあ、なかなか最初に使ったものに比べるとやっぱり精度が悪く、あるいはその、掘る力も弱くですね、なかなかうまくいきません。でこれ実は50ミリのホールソーで、まあ、熟ブレがあるおかげで、もともと穴は60ミリ開けてたんですけど、まあ、少し55ミリぐらいかな、穴が開きました。なんとか、まあ、
まあ、21センチ210ミリまで上げたので、まあ、これで良しとしました。階段の部分は、ポールが3本なんですが、まあ、両端に、ポールをまず立てて固めて、で、そこに、手すりを渡して、高さを揃えるということにしました。まあ、こうする方が素人には簡単かなと思います。こちらはあと2本のポールだけですね。モルタルを24時間以上放置して、固めるっています。で、最後の1本は仕事から帰ってからの夜間作業になりました。で、映像にはありませんが、高さがちょっと長すぎたのでポールの下の部分をカットしました。で、全部固まってからですね、ポールのところに水抜き穴を少し開けますが、これを見ていただくと分かりますが、ポール場所によっては厚いところがあるので、薄いところでちょっとポンチが見つからなかったんで、ネジで穴を開けて、4ミリの穴で水抜き穴をつけました。で、コア抜きはちょっと大変だったんですが、まあ、無事、強度的にも問題のない手すりが取り付けられたかなというふうに思います。何かの参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。